ジョバンニビアンキジョバンニビアンキ1693年1月3日から1775年12月3日はイタリアの医師、博物学者である。現在のエミリア・ロマーニャ州のリミニに薬局を営む父のもとに生まれた。イエズス会の学校で学んだ後、1717 17年に大学に入学し、医学、哲学を学び、1719年に卒業したとされる。 有効虫に関する著作、デコンキスマイナスノーティスリーベルなど博物学、医学に関する多くの著作を行った。1741年から1744年の間、トスカーナ大公に招かれて、シエナ大学の解剖学の教授を務めた。新規な博物学的資料を展示する、脅威の部屋を作った一人であり、 1745年に17世紀初めに30年ほど活動した学会、アッカデミア、デーリンチェイの最高を企てた。鬼人でかに属する動物のため、鬼人での学名は、ビアンキの筆名にちなんで命名された。クシオナルユニバーサル D、イストワールイデケオグラフィーブウィーエシャサング。ありがとうございます。